森和夫は、楽天球団初のメジャーリーグ移籍選手。そんな福森のメジャーでの成績は、通算4試合登板、0勝0敗、防御率 20.25。2009年、古巣楽天の入団テストを受けた際、福森の獲得に消極的だった野村監督の宿泊するホテルに出向け、入団を直談判した。2010年に引退した後、経営者としての道を歩み、2015年より、テレビ宮崎の報道スタッフとして勤務している。